ますが、こんな声も出せます、よろしくお願いします、ジャンニー。はい、じゃあ早速1曲目、これはですね、新曲ですね、東方アレンジ、東方アレンジの、ネクロファンタジアだっけでしたっけ、あれ、はい、ま、え、はい、あ、すいません、なんかいろいろごめんなさい。はい、ですね、これはですね、エレメンタルレコーズさんというサークルさんから出させていただいている、私の、早口で何言うてるかわからないですね。ですね、エレメンタルレコーズさんから出させていただいている、私の、その、ソロアルバムじゃないや。なんちゅうんですか。ワンマンライブちゃうくって、なんて言えばいいんだ。まあいいや、なんか私ばっかり入ってる CD がありまして、そこの、中で、入ってる曲です。Believe 私を導く光。猫耳カフェさんの曲じゃなくて、いやなんか喋れば喋れるほどあかんので、まあ、とりあえず Believe 私を導く光聞いてください。いや、画面の前の皆さんもね、手拍子だの、踊るだの、全裸になるだの、お尻出すだのね、何でもしてくださいね。あ、いろいろ反応いただいてありがとうございます。こんばんは。始まった、はい、始まりました。2月ことの葉は強さ姫早速ね、
ありがとうございます。アニソンイエイ。いやね、なんかゲームのですね、曲のですね、アレンジっていうか、もともと BGM で流れてる曲を、なんて言ったらいいんだ、ボーカルが歌えるようにアレンジしてしまおうっていうのがですね、はい、そういう感じのを やらせていただいてるんですけど、はい、まあね、そういう感じで、もうね、喋れば喋るほどあかんことにはようやく気づいたんで、はい、ね、そういうわけで、まあ、カンペもね、準備しつつね、はい。いや、みんな見てますか？ちょっと見てる人、ほら、ツイッターだの、なんかチャットだの、ね、せっかく、ユーストリームっていう、媒体、なんだ、ネット回線をですね、ネット回線をですね、伝わって、ここで、はい、こっから流れてるわけですけどね、はい、まあね、そういうわけで、どんどん参加していこうぜ、みんなね。よし、じゃあ2曲目、これは、シークレイス様の方から、出させていただいている、東方アレンジ曲、これは原曲が神々が恋した幻想郷、はい、すっごいここまで噛まずに言えた、すごいぜ、はい、ありがとうございます。はい、ね、そういうね、曲がございましてですね、それのボーカルアレンジ版、あ、すげえ、サングラスが曇ってきた。はい、悲しみに霞むまでの聞いてください。小指の先でつながる細い糸が揺れてる、知らなきもの守る、それが約束。
つながる細い糸が揺れてる力なきもの守るそれが約束これからも変わらず画面がここにあるんですけど、なんか喋ると残念な感じなんですけど、あのですね、ちょっと声にタイムラグがあってですね、自分と会話してる錯覚にね、なんかこれ分かります？自分で電話してるんやけど電話の向こうから自分の声が聞こえる感じ、なんかそういう時ありますよね。ちょっと電波悪い時とかね、もう本当そういうの気をつけてほしいですけど、しょうがないですよね。はい。というわけでですね、今回なんで、ウェブでライブしようかなと思ったかというとですね、明日、いつも出させていただいている、愛知県名古屋市に、東山公園駅出てすぐにあるですねライブハウス、ズーステーションというところでですね、明日チャリティーライブがあるんですよ。で、入場料がですね1000円で、8人かな、結構な人数がですね集結して、なんていうのかな、この前、東北関東の方で大きい地震があったじゃないですか。あれでですね、みんなこういろんな方が苦しんでたり悲しい思いをしたりね、すごくこう日本という国がちょっと本当の意味で揺さぶられている時期であるなっていうのを思いまして、それに、私たち実質被害はそんなにないですけど、なんかできることないかなって、同じ日本人じゃないかと。で、そういうわけでね、明日もね、そのズーステーションにいて、ライブが、チャリティーライブがあるわけです。はい。でですね、私、明日、本当どうしても外せない用事があって、もう、すごく出たかったんですけど、出れなくってですね。で、他に、かといって他に、自分にできることって、献血と、で献血はジンマシンがちょっとひどくて抗ヒスタミン剤飲んでるんでちょっとしばらく献血できないんで、あと募金と、あと個人レベルで受付が始まってる物資面ですね、あの辺を送らせていただいたりなんかしてるんですが、やっぱり自分は歌を歌うことしか脳がないし、歌うことでしか何かを伝えることができない性格をしてますので、もうみんなに伝えたいなっていうのがありまして、はい。なので、今回ですね、こんな感じでやらせていただいてます。ここ今拍手するところです。早く書けばいい。ありがとうございます。もう本当ね、このね2人の人たちがすごいできた人間でしてね、私がねこんなんで申し訳ないです。早くチャットの方に拍手とかね、ああいうのがちょっと来ないかなって待ってるんですけど、はい。ふむふむか。もういいや。そういうわけで、ちょっと悲しみにかすむ摩天楼なんですが、今聞いてもらって、ちょっと
ライブ何回も見てて歌詞を覚えてる人っていうか、自分が歌詞を覚えてないんで結構間違えて歌ってるんですけど、もしかして万が一もしかしたら気づいてるかもしれないんですが、歌詞をちょっとだけはい いじらせていただきましたというか、自分であの書いた歌詞なんで、いじろうがなんだろうがって感じですけど、ちょっとコーラスとちゃうやないかいっていうね、カンペあんのにお前何しとんねんっていう話かもしれないですが、今回はちょっとだけね、そんなこともありますよ。はいはい、まあね、そういう感じでですね、ちょっとのんびりこんびりさせていただいてたらいけないんで、ちゃっちゃかね。はい、次はオリジナルです。11月20何日やったか忘れちゃいましたが、発売した、はい、iTunes、リバース、着歌などで配信されている、Dear My Friends、 Dear My Friends じゃないや、それは違う、なんかちょっと違う、ユニットの曲が出てきちゃいました、すみません。はい、Dear My Precious ですね。はい、はい、大阪で絶賛活動中、アグレッシブクリエイター、ツナミックスさんのと、いつも、シークレストさんとか、K2 サウンドさんとか、まあ、いろんなところでタッグを組ませていただいているんですが、その方とやらせていただいた、はい、iTunes リバース、着歌で発売中の、もう何言うたらいいんかわからなくなってきたけど、Dear My Precious 聞いてください。今日雨やけどね、まあちょっとね、いろいろ暗い気持ちにもなりますが、そんなん吹き飛ばしてがっつり一緒に楽しい時間を過ごしましょう。そんな時なんて言えない夜は、都会の春の音にさえ怯えた、涙流し孤独を噛みしめてる、誰もいないと自分の心目を覚ました聞いてた、慣れたふりしてたけど寂しかったよ、君がいるなら僕は強くなれる、過ちを犯しても
ね、タイムラグがある中ね、はい、ディアマイプレジャーズが終わったわけですけど、皆さんおかがお過ごしですか。あーね、あ、今日ですね、すごいどうでもいい話なんですが、時間あんのかな。あ、はい、あります。セントレアってご存知ですよね。ご存知な方います？パソコン使ってる人は、わからんかったら今すぐググったらいいと思います。ですね、愛知県を代表する、いや、むしろ東海三県を代表する、はい、埋め立て地かな、はい、埋め立て地にある、これまでですね、愛知県小牧市というところにですね、国際小牧国際空港、はい、ま、もちろん国内線も飛んでるんですけど、そういうのがね、ございました。ですが、はい、ですがですね、小牧国際空港が、なんと、県営小牧空港っていう感じになりまして、はい。でですね、セントレアっていうのがね、どういうものかというとですね、愛知県常滑市、はい、常滑焼の名産地、まんまですけど、常滑焼の名産地、常滑においてですね、もうね、すごい空港ができたんですよ。って言っといて、まあなんかちょっと、こういうことばっかり言ってると、常滑の人に怒られそうなんですけど、いやいやいや、マジでですね、すごかったです。はい、歩道が動いてました。新宿駅とかにもあるやんっていうツッコミはなしで、歩道めっちゃ、すごいですよ。動いてたことによってですね、私乗り物用意しましたからね。今日結構セントレアに何しに行ってたかちょっとですね、撮影をしに行ってたんですよ。フライヤーだったりサイトだったり、CD だったりなんかいろいろ写真あった方がええんちゃうみたいな感じのノリノリのテンションになりまして、はい、まあそれでね、行ったことなかったんで、まあ3人で行ったんですけど、3人もみんなちょっとセントレア入った瞬間、駐車場入った瞬間、あれちゃうって、雨の中めっちゃテンション上がって、ちょっと顎しゃくれ気味の3人がこう動く歩道に寄って、写真を撮りまくってきた感じなんですけどね。セントレア行ったことある人っておられますいうか、いや、もう私も今まで行ったことなかったんでね、もうすごいですよ常滑。常滑市街走ってないですけど常滑って名前かっこよくないですか。なんか名古屋やと、名古屋んって感じですけど、常滑って感じじゃないですか。聞いてます。ちょっと誰も反応せんってどういうことですかね。ちょっとまあいいんですけど、常滑から帰ってきて、ニューヨークに、カットンできた感じです。はい、まあちょっとね、時間余ってたんで246の隅っこで小さくなって3人で固まって、なんかちょっとミクシーとか見たりしてたんですけど、はいすごいどうでもいい話ですね。でですね、まあそんなわけで、はい、まあそんなね、残りもそんなにまだまだありますけどねまあそう私の喋ってる、明日行くんですか、マジですか。しゃくれ気味って なんで笑うとこですか。私はしゃくれますよ、そりゃ。すっげえ絶対明日セントリア行く感じやったら、多分すげえマジですげえ超すげえみたいな感じになりますよ。キーボードの人は実際小さくなったんですよ。何が行われてんのここで。何なんかよくわからんけど、はい、まあね、はい、まあね、あ、ツナミックスさん降臨ですね。さっきの曲と、よっこらショット、悲しみに霞む摩天楼をアレンジした本人が、はい、降臨です。どんどん絡んでいきましょう。はい、ね、いや、じゃあここでこれ後ろに人にじゃねえ、人の、人が下に、なんで隠れるんですか、意味がわからない。はい、ね、いてるんですけど、この人、ちょっとどこ行くんですか、何してるんですか、喋ります。何も喋ることないよ。どうも、はじめまして、ナルトと申します。
普段はこの二つ家のマネージャーとかやってるんですけど、まあたまにアレンジだの作曲だのなんだのかんだのいろいろやっております。はい、まあね、はい、いいです。こんなもんでいい、いいですか。トコナメ、あ、そう、トコナメ、ほらね、トコナメ。おい、ちょ、みんな、はい、ちょ、3人トコナメって言おうぜ。トコナメ、ちょ、早いよ、はい、せーの、トコナメ。はい、ね、はい、しゃくれ気味で、え、ちょっとみんな、もっと乗ろうぜ。おい、反応せえぞ。おーい、キャー、ナルトさん、あ、えらい。キャー。おい、とこなめって言え。空気読め、おい。はい、まあね、そんな、ナルトさんが登場したということはですね、ナルトさんと何かするんですけど、普段ね、このナルトさんなんですが、変態とかね、変態とか、全裸とか変態とか、ピーとかでいろいろ知られてる模様ですけど、あ、すげえ、ナルトさんすげえ大人気じゃん。え、ちょっとナルトの人気に嫉妬。うぜ。くそ。ちょっとね、私本当サングラス曇ってるんですよ。まあそんな中ね、ナルトさんばっかじゃねえだろう。もうちょっとなんかこう、あやさんとかあやちょーとかさ。あやちょー。ありがとうございます。ありがとうございます。おい、ちょい、こら、とこだめ。ちょい、おい、ちょ、ナルトコール多すぎだろう。おい、おい、来い来い。おい、ちょっと待て。おかしいやろ。おい。ちょ、違う。おい、聞いとる。まあいいや。ですね。まあ、そんなわけで、ナルトさんが出てきて、キーボードに鎮座しておる途中、キーボードの、付属してる椅子に座っちょる、座ってる。ね。所有ということはですね。これからですね、ハイパー弾き語りタイムです。ここまでね、散々ね、ウェッヒューって感じのノリノリでヒャッフーって感じでしたが、今回、はいね、ちょっと2曲ほどね、弾き語りをね、はい、しようとね思っちゃるわけです。あやさん、ありがとう、ありがとう。お、ありがとう、マミリン愛してる。おい、ちょ、女の子ほんとコールしたらみんな愛してるコール返すぞ。あ、セイラくん、サングラス、うるせえよ。おっとけよ。ああ、先生やった。すみません。はい。すいません。調子乗りました。おい、違うだろ、チャーシューとか。おい、女の子コール待ってるよ。女の子コール待ってるよ。はい、まあね、そんな、ちょっとね、まあ。弾き語りは弾き語りで、カンペがね、ちょっと変わるんですよ。なんで、こっちに置いときましてでしょね。はい。ちゃんと内々で決まっちゃう。ありがとう。なんて読めばいいんだ、これ。プリンニュー先生で合ってる？プリンニュー先生？わーい、ありがとうございます。いやー、グマさんもありがとう。イエッフー。ちょっといつもポンデに和んでるよ。あ、すごい指針ですね。はい、まあそんなわけで、どっち やりますか先に。じゃあ、はい、ですね、雨と夢の後にという曲をこれから甘いしてう、あ、アビちゃんありがとう、愛してるよ。ですね、雨と夢の後にという、TBS で前ドラマやってましてですね、小説にも、というか小説がですね、結構、またちょっと小説を読んで、ドラマ見て、はい、まあ、いろいろ本当小説結構佳境に入ってくると衝撃だったんですけど、ドラマもですね、これがまたすごく、泣ける、泣ける。おい、なんかいろいろ突っ込みどころが満載な方々が多いからいいんですけど、はい、すごくね、不正愛っていうんですか、父親と娘の愛情がですね、満載な、そういうストーリーでして、お父さんが亡くなっちゃうんですが、それでも、
娘をずっと思って娘のそばに霊体となって一緒にいるっていうね、暮らしてるんだけどでもお父さんは実は亡くなっているっていう、まあ、ちょっとネタバレしちゃったんであれですけど、よかったらですね、あの DVD ボックスにもなっております。いや別にあの TBS じゃないや、テレ朝の回し物じゃないですよ、はい、もう本当にねすごくいいストーリーなんですよ。で、まあ、それの主題歌、雨と夢の後にという曲なんですが、それを、ナルトさんと、弾き語りをですね、弾き語りって言うんかな、こういうんアコースティックって言うんかな、ピアノと、ボーカルの、ユニゾンじゃなくて、なんや、交流会、はい、聞いてください、雨と夢の後に。落としてしまったとしても
私はあなたを待っています。いやね、アコースティックやってね、気づいたんですけど、雨が降ったら雨が降ったらなんですよ。こっちから聞こえるんです。はい、びっくりしました。いやいやいやね、ほんとね、ほんとまあね、せっかくお父さんの歌でしたね。今大きな方に乗せてもらって縁日のね道をこうピーって歩いてさ、さってちょっとすかしてさあせんいやすかしっぺちゃいますけど、あのね、まあお父さんの背中に乗って私もね歩いて行って、そうですね、なんかうちも父がね去年ね亡くなったんですけど、本当にお父さんの思い出っていうのは、まあ、特に娘だからかもわからないですが、子供の頃もずっとお父さんとね結婚したいって思ってて、でうちすごくお父さんが年を取ってからの子供なんですよ。なんでよく道端とかで、あ、おじいちゃんとお出かけなのってよく聞かれて、それがすんごく嫌だったんですけど、今思えばまあそれも個性ですごくね、なんかおじいちゃんですって答えてた自分がすごく恥ずかしくて、みんなね女の子とかね、パンツ、お父さんのパンツと私のパンツ一緒に洗わんといてよっていう時もあると思うんですよ。いやもう実際私もそうやったんでね、でもねお父さんのパンツも一緒に洗ってあげようよ、別に陰気にたもしちゃうしね、靴下もね一緒に洗っても大丈夫です。水虫じゃなかったらね、まあ、水虫だったらちょっと手洗いで、なんだおにゃ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 でね、はい、で、まあ、お父さんの歌ばっかり歌ってると、お母さん拗ねますからね、お母さん寂しいからね。というわけで、キックスというバンドがですね、今や活動なさってるのかわからないですが、私の歌のルーツがですね、そのルーツっていうか、もうすごくなんかポップス歌いたいっていうのを意識してからですね、すごく目指してたのが浜口司さんというね、そのキックスの、ボーカルさんなんですけど、もうすごいハイトーンバリバリ、ビブラートバリバリ、あーもうほんとね、かといってこうパワーのある声で、昔は女ビーズとして呼ばれてたらしいですね。ちょっとその辺のことはよく知らないんですが、すごくね初めて聞いた時に本当に衝撃を受けて、こういう歌が歌いたいっていう、だからだんだんちょっとね ちょっとずつ近づいていければいいなと思って歌を続けてます。お母さんの歌ですね、キックスママズソング聴いてください。
も恋はしなくちゃと言ってた。どんな悩みも話せていたのはその言葉が素敵だ。好きですね。ね、もう本当いろいろチャットで反応いただいてありがとうございます。ほっとりで、はい、もうね、あっという間に時間が過ぎまして、はい、私のメガネもメガネっていうかね、普段メガネかけてるんですけどね、視力が右目 0.02、左が 0.3 ぐらいしかないんで、はい、まあ。ちょっと今日はね、でっかいでっかいでっかい黒いメガネかけてますけどね、はい、もうでかすぎてね、本当に曇るんですよ、はい、もうこの苦しみ誰かに分かち合いたいからね、今度あの、4月の前に3月の、26日に、まあ、一応ね、あの形式上と申しますか、まあ、やっぱり、1つぐらいはね、2つですけど告知しとかなあかんなと思ってですね、はい、告知させていただきますが、4月のじゃないだから3月やって3月の3月の26日、はい、3月26日に一応歌うまガールズというね、先ほど申し上げた、名古屋愛知県名古屋市東山にあるズステーションというライブハウスにてですね、毎回毎回毎月毎月、やっている歌のうまいお姉さんを集めてって、私お姉さんちゃいまして、あの歌のうまいおっさんなんですけど、いや歌のうまいって自分で言うなっていう話ですね。じゃ あ, あの歌がそこそこ歌えるし、うん、はい、そ、まあいいや、それで、はい、もうなんかさ、さあせん、本当喋るとあかんな、まあね、そういう感じの、はい、そういうお姉さんたちがいっぱい来るんです。とりあえずお姉さんがいっぱいいるんです。はい、ガールズですかね、ガールズ、パワーパフガールズじゃありませんよ、二等身じゃない。あれ言っても等身かな、まあいいや、はい、そういう感じで、そこに、今回も手前回出させていただいてるんですけど、1回目以外は出てます、そこにね今回も出させていただくので、よかったら、遊びに来ていただければ、あ、そうですね、私名乗ってなかったです。二月あやと申します。すいません、今やった、すいませんでした。なんか七しのゴンベやったやんか、ちょっと早く言ってくれへん、みんな恥ずかしい、ほんまに、はい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 、二月あやと申します。わーい、どうもありがとうありがとう
めっちゃかわいそうな子や。はい。ね、出てるんで、もしよかったらですね、ふたつきあやで検索かけていただければ、あやちょ .com っていうウェブサイトが出てきたりですね、まあ、あと、ズーステーションのホームページとか多分名前が載ってるところを引っかかってきて、もしかしたら変なお店とか引っかかっていても私ちゃいますからね。言うておきますけど、まあ、そんなんね、別にね、なんかふたつきあやにとかいてるとはもう到底思わないですけど、まあいたら報告してください。面白そうやし、いろいろ伝授してもらいます。いや、下ネタとかわからないんですがね。はい、まあそんなわけであっという間に最後の曲になりました。もう長かったね、ほんとびっくりするくらい長かったやんか。ね、あ、ちゃうわ、その前に、4月の29日です。4月の29日、昭和の日、旧緑の日、旧、天皇陛下誕生日でしたね。はい、うん、パワーパフ好きです、私も大好きで、めっちゃ見てます。ね、まあ、4月29日何があるかというとですね、ワンマンライブをね、先ほどもう先ほど何回も申し上げてるズーステーションに行ってですね、はい、もう東山動物園のすぐ近くなんでね、動物園見てから来てもらってもいいぐらいなんですが、ワンマンライブを、人生初のワンマンライブをですねさせていただくことになりました。で、今上がってる曲だけでも本当30曲ぐらいあるんで、ちょっと大変時間も3時間で3時間3時間やで3時間3時間ってもう何できる。でですね、いつも私ライブに来てもらうことが分かってる人、なんちゅうの、予約の方には手作りのお菓子をですね、大丈夫です、ちゃんと綺麗です、手は血とかで汚れてないです、大丈夫です、犯罪にも手染めてないんで、まあ、一応綺麗です、はい、ね、綺麗にしてるんで、ありがとうございます、ほんま、はい、でね、まあ、4月もね、なんかやろうかなと思ってるし、3月もちょっといつもと違う感じのお菓子を作っていくんで、よかったらちょっと3月の分はもう準備してしもとるで、あんまり来てもらっても困るんやけどでもまあせっかくなんでね、遊びに来てもらったらまたアフターでご飯食べに行ったりとか、お楽しみ的なこともしてますんで、ちょっとみんなで遊ぼうぜっていう感じで、なんかライブだけで終わるのはアホらしいっていうかね、もったいないし、せっかくやしね、みんなで楽しもうぜっていうことで、4月29日、ぜひ遊びに来てください。もう大丈夫やろうか、もう言うことない？せやんな。あ、でですね、4月の29日、彼もまた出ますんで、で、ね、このちょっとチャットの画面見ていただければ分かる JJ グレイフィッシュさんも出ます。そしてもう一人スペシャルなゲストがいます。あとですね、アイドルタイム的なものを設けます。ので、ちょっと名前があれなんですが、まあ大阪とか名古屋とかね、活躍中の中ひゆちゃん、そして私、そして、大阪方面で作詞とかをね、主に、まあなんかボーカルもしてはるちょっとマルチな方がいまして、その人、ルナさん、はい、もう3人で、ちょっとアイドルタイムっていうか、私はおっさんタイムですけど、一人でやるんで、よかったらむっちゃゲストも出るし、曲数も多いし、時間も多いんで、漫才も多分あると思うんで、ないと思うけど、はい、まあ見に来てください。じゃあそんなわけで最後の曲、ブラックロックシューター、再生、あ、ごめんよ、私かほんまや、これね、再生せんとあかんのですよ、自分で。ブラックロックシューター聞いてな、アレンジナルトさんです。ブラックロックシューター、